本日紹介するのはこちら、32点伝送リモートシステムです。使用は 24V1A ワイヤレス給電プラス32点分の入力信号を送ることができます。ベース側、リモート側ともに大きさは 65mm×65mm、 厚みが 30mm の仕様となっております。各ケーブルが2本出ており、その先に16本ずつの IO 信号が取れるようにケーブルが出ております。それではデモをいたします。ベース部をリモート側と対抗させます。そうしますと インゾーン信号が点灯いたします。ワイヤレス給電で 24V が供給できているのがわかります。